2023年の4月21日です。今日はねこの鳥栖にある城山に桜つつじをね見に行こうと思います。ここはね筑紫神社ですかねの駐車場になります。今日はね、私含めて5人で賑やかに登ろうと思います。駐車場はねほんと広いですね、広い広い。最初はこの左のね沢沿いに行こうかな。沢が、右が公道、左が市道。でも市道の方がなんかメジャーっぽいですね。わ、これ上にね道がありますね。上のこの道をくぐる感じ。ここの分岐はね右かな。苦戦部。ジャングルですね、ジャングル。渡るの2回目ですね。もうずっとね、沢沿い水が流れる音をね聞きながら登っていきますね。木とかぶる。ずーっと沢沿いですね。今とうとうね、沢から離れていってるそのね谷を今抜け出してるとこですね。はい、分岐に来ました。ここからねしばらくフラットですね。ただ苦戦部の方に行くときはね急、今日は行きません。はい、あー気持ちいい。こっちかな。これ前のキュートですね。これは大谷へ。こっちかな。あと少し。すぐで山頂ですね。あそこ山頂だね。初の城の近く。城山ってことかな。城跡。
四角の方降りたらね、もう風はだいぶしのげますね。そしてそこから降りていくんですけどね、ちょっとちゃんと山頂の方に一旦行ってきましょう。ここがね、ここが山頂ですね。山頂、ああ山頂、あここはね唯一ね、三角点もあって景色もいい。天気良かったらね、島原とかも見えるみたいですね。正面が御堂連山。おー、綺麗。今からね、下りながら桜つぶしをね、探します。ここからね、トンネルの方にちょっと林道方面に桜つつじを探しに行きます。林道に出たところに桜つつじがあればいいな。嬉しいんだけどね、本当に信じるしかないですね。信じる、嬉しい。あ、遠い。凛ちゃんも行かないと。桜つつじ、わー嬉しい。登山道にまたね戻ってきたんで、あと1箇所ぐらいはね、この登山道沿いに桜つつじね、あるといいなと思いながら、上下見ながら歩きましょう。え、あそこ白い？ちょっと、うん、白いみたい。上にね、桜つつじが、あーもうちょっと逆光で見えんね、咲いてました。ここにね、桜つつじが時期になるとね、咲くらしいです。今はね、わからないけど、咲けばね、わかるんですかね。シューこっちゃろう。ここが十三仏。はい、十三仏です。というところですね。筑紫神社に降りてきましたね。降り。ではね、城山登ってきました。桜つつじ、そして九千仏つつじ見ることできたんで、もう万々歳です。で、いろいろ教えてもらったんで、また次ね、登るときには楽しみができたかなと思います。はい、あけぼのツツジもいいけどね、この城山の桜ツツジ今からですんで、ぜひね見に来られてください。山ちゃんでした。バイバイ。